皆さんおはようございます。クピです。今回の V ドラムでドラム音源叩いてみたスーペリアドラマー 3SDX 外部ライブラリー編、今回ご紹介するのは現時点で最新音源のストーリーズ。これはどれぐらい売れてるのかちょっとよくわかんないですけど、ちょっと前に出たばっかです。でこれもエンジニアさんの名前でフランク・フィリペッティさん。僕ねこの方ちょっとね全然知らなかったんですけど、映画のサウンドトラックとかブロードウェイミュージカルの作品、音楽作品とかサントラとかが多いっぽいんですよね。バンドとかそういうのも全然されてるんですけど、どっちかっていうとなんかその映画とかそういうミュージカルとかの方に強いエンジニアさんみたいです。ハンサっていう音源、あとイージードラマー3が出たあたり、あのあたりでトゥーントラックの方針なのか分かんないですけど、部屋を何種類か、そのすごい広くてこうラウドな鳴りがする部屋とか狭くてタイトな部屋みたいな、でそれぞれ部屋ごとにキットを変えてレコーディングされてるみたいなのがちょいちょいあって、ハンサあたりからで、これももちろんエンジニアさんの名前推しなんですけど、そういう部屋ごとにキットが分かれていると、そんな最新ライブラリーになってます。で早速見ていきます。立ち上げて一発目のメインがこのメインルームで DW のセット、音聞いてみます。まあ、DW らしいパキッとした鳴りと、この方の取り方のあれなのかもしれないですけど、すごいタムが分離がいい。ただなんかすごいコンプでこれ、取り音ですね。 SN がっていうちょっとノイズが聞こえるんで、すごく静かなスタジオで撮った感じとはちょっと違う、まあ、こんな程度のノイズなんてあのオケ中じゃ全く気にならないですけどね、演奏中多分気にならないんで。全く気にならないですよね。音はすごい今っぽいですね。でシンバル類は全部セービアンで、スネア、レディオキング、ラジオキング、ブラックビューティー、あ、スネアだけ DW じゃない。じゃあいろんな人のブラックビューティーを聞いてみます。今までのあのブラックビューティー結構もうちょいこうパーンって言うんですけど、もうちょいこうピッチが低かったんですけど、今回こう6半深くなってるのにピッチがすごく上がってる感じ。
ツッとコンプがかけてありますね、鳥音に。 LM402。グレッチ、ちょっとなんかこうヴィンテージっぽいスネアとその DW のハイファイな感じがちょっと合わないですね。せっかくなんでこれあのスネアも DW に、ちょっとライブラリ外になってしまいますけど、相性はやっぱり結構いいかもしれないですね。でこれ以外にAスタジオ、Aスタジオですね。さっきと違って一気にこじんまりと、今度はスリンガーランドのラジオキングのセットですかね。14-28、さらにでかい。あ、でもがっつりミュートかけてますね、キックに。この絵にももうありますけど、サントラとかで使うのかな。あの映画のキャバレーみたいなシーンとかで、まああんまりなんか普通の人が使い道なさそうな音してる気はしますね。で次は B スタジオ。あ、ちょっとなんか現代っぽい。セットはグレッチ。うわ、タイト。この方の多分取り方の特徴なんでしょうね。すごいなんかコンプの音が聞こえるというか、これ多分ね、打ち込みしてる分には気にならないんですけど、演奏してるとなんかそのすごいね、演奏が圧迫されてる感じが、コンプが聞こえるというか、なんか独特の癖がありますね。ただメインスタジオの方の DW は叩いてて結構気持ちがいいです。このライブラリの特徴なんですけど、特徴の一つにこれいいなと思ったのが、こうね、パーカッション
入ってるんですよね。パーカッションがいろいろ入ってて、こういうパーカッションも入ってるって考えるとお得なライブラリーなのかもしれないですね。結構ね豊富にいろいろ揃ってて、シンバルの数とかも多いですし、まあね、キットも部屋ごとにこう分かれてて鳴りが違ったりとかしますし、メインスタジオのこの DW は結構個人的にはバキッとしてて、分離も良くてすごく今っぽいなと。だから、まあ、ストーリーズっていう名前の通り、いろいろな時代分の音楽フォローできるんじゃないかなっていうような感じがしました。で、今回ですね、このストーリーズを使って曲中で聞いたらどうなるかっていうのを、僕がもう10年以上制作を一緒にやらせてもらっております、ソルジェンティっていうアーティストの雪模様という、まあ、これからの季節に多分ぴったりな曲、僕もソルジェンティの曲の中でもすごい好きな曲の一つなんですけど、バラードでアプローチする打ち込み、音源で、結構打ち込みの参考にも、特にスネアのね、左手のゴーストとかにも注目してもらって、こういう風に打ち込めばバラードがすごくこうグルーブするんだみたいなのの、まあ、参考にもしていただければなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の SDX でお会いいたしましょう。以上、クビでした。バイバイ。日々
求めてしまうの。私を届きを止めて